さあ、ということで、今日もやっていきましょう、ラクチ。結構ね、パーティーの方は特に変えてないんですが、カバルドン、こだわり始めて使ってたカバルドンの方を、テラスタルを水タイプにしてまいりました。そして、特性の方を、砂起こしじゃなくて砂の力にしてまいりました。もうね、完全に、見た目からやべえのが溢れてるんだけど、もうちょっとね、後ろ気合のタスキとか持ってるベリオロスと、相互していく上で、ちょっと邪魔だったんでね、申し訳ないが、砂の力にさせてもらいました。まあ、結構さ、レイドバトルで手に入るカバルドンって、夢特性じゃない。あ、こいつ、あんまりポケモン知らねえんだな、みたいな、そういう読みもさせられるかなっていうことで、お相手さん、地面技が通り過ぎているのが怖い。これ、ちっちゃおで詰めていけんのかな、最後。いやー、ちょっと怖いなー。カスノシンで行きましょう。ちょっとチンジャオ、まだね、チンジャオに任せるの怖いんだよね。ということで、皆さん対戦よろしくお願いします。おー、色違いパーモットだ。パーモットなんかピンクなんだよな。色違い。初手エンニュート。初手エンニュート。こちらカバルドン。挑発から入ってくるタイプかな。ということで、自信打ちましょう。あー、テラスタルだ。もうやってくれって、マジで。どうせ草テラスでしょ。なんでそんな草テラス打つん、自分ら。めっちゃ好きやん。テラバースト。エンニュートのテラバーストぐらいだったら耐えるんじゃないか、一発。と思ってるんだけど、どうなんだろう。おい、耐えてくる。まあ、今回ね、砂起こしじゃないので、タスキさえ割ってくれれば。黒いけど、新しいね、君。なるほどね。めっちゃダメージ入るんだな、てか、黒いヘドロって。まあ相手が勝手に死んでくれそうな雰囲気あるんですけど、どうしようかな。まだタスキも残ってるし、エンニュート、あ、待ってよ、これな。黒いヘドロで死ぬ HP 臭いんだよな。だったらミミッキュで研磨しながら突破。いや、研磨しながら突破する意味ないか。いや、でもなんか先制攻撃やるとうざいんだよね。正直。大体打ち分けもできる。いや、でも先制攻撃なかったと思う。なかったと思うんで、ベリオロスできるでしょう。タスキだけは、タスキだけは温存したい。ここはね、命中安定のツバメ返しでいきましょう。ツバメ返しが通っていく。ちょっとね、まだ、氷のつぶてと不意打ち、どっちを採用してるか相手に見られたくないんで、ここは先制技じゃなくて、ツバメ返しを打ちました。どうぞ下山。格闘タイプあったよな、確か。うわぁ、通る技なさすぎる。ミミッキュにつなげたいけど、カタストロで半分まで持っていきつつ、研磨してくる。研磨してくるんだ。だったら、これ。果たす氷つらら落としで切り落ちないかな。あ、落ちなそう。あいへ、さあ相手が不意打ちしてくるかどうか。してくるだろうな、ここは。まあ、素直に不意打ち受けますか。仕方がないんで。下山引っ込める。ほう、下山引っ込めて、マスカーニャ。マスカーニャだったら、つぶてつぶてで落ちるでしょう。アドアド。よかったー。なんか知らんけど。よかったー。マスカーニャバック何読みだったんだろう。こっちはね、完全に打点がないので、ど
共同下山、出会い頭？いや、出会い頭なんてないよ。つらら落としを入れていく。おわー、耐えられた。土下山。まあ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 。これは問題なさそうな振り。耳かす投げて。何のテラスタルか最後まで教えてあげないもんね、影打ち。まあ、影打ちである必要ないんだけどね。化けの皮あるから。なあ、ご爪とかでもないのか。何持ってたんだろうな。黄金でもなかったし。まあまあまあ。とりあえず勝ち。やだ。これめんどくさすぎる。全部メンチーな。まあいい。初手もカバルドンでいいわ。で、思ったんだけどさ。思ったんだけどさ。なんでカバルドン水にしたんだろう。まあいい。初手ビ、いやー、初手ビリオンスじゃないな。初手チンジャー、初手チンジャー。いいや、初手ベリオロス。で、後ろが、海竜への打点がしんどいから、そこを補うためのミズルドン。ラスト、海竜、マンダ食えそうなカスノシンでいくか。さあ、シャップラーさんですね。よろしくお願いします。昨日がさ、まあまあだろうとは思っていた。マッパ打ってくるのかな。ここは命中安定、つま先返しでいきましょう。マッパ打ってくる。まあまあ、それは分かっている。ガサもないですか。ハスキ持ちがどっかにいるなぁ。そうなるとメンチーな。まだハスキ持ちが残ってるってことが。いや、これだったらつぶてでよかったりもしたのかな。まあいいか。ミミッキュー、ミミッキュー球投げてくれんの爆破なんだけど、ここつぶてでいきましょう。つぶてで皮入って、これ回れたら、あ、オッケーオッケーオッケー。回れたらだるいけどと思ったけど、投げだったら全然問題ない。さあ、後ろゴリラマンジカバルドン。でもな、これ怖いんだよな。いや、まあいいか。後ろ耳っていう出し引き、引き出しできると考えれば、ここ自信放なっていいか。ああ、引っ込められた。ああ、そうですよね。マンデラ海流がいるよね、これ多分。なんでこれ。マンディー、マンディー。まあまあまあ、マンディ相手には氷の牙があるんだけども、これは一回ミミッキュに下げましょう。今日も今日とて、白湯を飲みながら、ゲームをプレイしております。ミミッキュー、テラスタルしてくれる。あ、だったらワンチャン突っ張ってもよかったのか。これ何でテラスタルするんだろう。待ってもよかったー。いえー、ミスったー。まあまあまあ、いいか。自信。竹の皮が剥がれて、威嚇じゃなかったからな。
エラスタルする必要もないでしょう。じゃれつく打ちましょう。地震突破巻いてはなさそうかな。もうそこそこ入るね。これカバ、ちょっと待って、相手何体死んでる。待って、寝起きだからさ。あー、カスまで出てんのか。だったらここ陰でいいか。相手耳カスまで出てるんだったら相手はなさそうなんだけどな。自信これちょっと待って、映画上がるでしょ。まあそれはもうしゃあない。水谷って地震今一つだったりしたっけ。そこ覚えてないんだよ。応募する側、地震は当倍か。だったらこれは別にあれか。で、後ろはミミッキーが出てるんで、もう地震打ちましょう。テラバースト、テラバースト、地震の方が入んじゃねえと思うけど。うわっ、すぎまんじじゃん。カバルドのさすがの耐久だな。でね、相手はここ迷うと思うんだよね。多分こっちがアタッカー型のカバルドもバレてるし、相手何してくるんだろうってなってるだろうな。まあ自信しかすることないんですけどね。実際相手ウドハン持ってたら厄介だな。いや、ウドハン持ってたら変えてくる必要ないのか。いやでもな、自信すかしたかっていうだけの理由かもしれない。吸血、吸血、おしゃばさ持ってるのかもしれない。弾、オッケー、ナイス急所。あ、向こうでしょ。